なけりゃ生きる価値なし。海賊どもが好き勝手に暴れちょるの。CP9 は何をしとったんじゃ。遅くなってごめん。収穫は何もなかったわ。で、今どうなってるの？なんかやべえことになってんだ。とにかく急いで戻ろう。敵を追いかけちょる暇もありやせん。ここから攻撃しちゃるわい。一緒じゃ目立っちまうな。よし、バラバラになって逃げるぞ。久しぶりに顔を見たくなってね。少しの間相手をしてもらおうか。邪魔する気なら容赦はせんぞ。手分けして追跡するぞ。海賊どもを一人も生きて返すな。バカなことはない。スタートレーナー、フルス
程度じゃ死なねえ。で、赤犬は一旦引いてくれたようだな。こっからは俺もお前らに同行しようじゃないの。あんた、お前らの力を見くびってるわけじゃねえが、戦力は大いに越したことはねえだろう。俺もこの一件には興味があってな、昔のツテを頼っていろいろと調べてみたんだが、かつて世界政府はそのダイヤルについて極秘で研究を進めていたらしい。誰も寄りつかねえパンクハザードに研究施設を追っ立ててな。でもここの施設の中に手がかりになりそうなものは何もなかったわ。俺もついでに中を見てきたが、ありゃ先客に荒らされた後だな。先客、政府以外にダイヤルを狙っている者がいるってのか。そうなるな。ここがダメならこれからどうすれば。俺が聞いた話じゃ、ここ以外にもう一箇所研究に関係していた場所がなくもない。もう一箇所、大監獄インペルダウンだ。所長のマゼランにも詳細は知らせずに囚人を使って何やら実験をしてたってよ。よし、そこ行こう。待ってよ、大監獄よ、入れるわけないじゃない。仮に入れたとして、あそこの海流はまずい。ああ、大監獄を無事に脱出できても、次に行き着く先は海軍本部、マリンフォードだ。まあ、俺だって行きたくねえよ。やめとくか。
もしねえでブラブラしてても仕方ねえよ。俺は行く。